はい、どうも、ユーザーです。それでは、ウィッチャー3ワイルドハントやっていきましょう。今回は、ドゥドゥについて分かったことを知らせるということなので、ミリシラのところに向かっていきたいなと思います。いやー、まあ、前回ね、だいぶ戦ったりはしたんですが、どうなることやら。いや、特にないか。酔っ払いのザレ事であろう。はい、じゃあ入ってベレンから逃げてきた人たち見た？上に行きますか。天武系にビールである片手に19さらにこっちじゃないか。一回下か。いいね。昼間から飲んでるのはいいね。無職のやるなしめ。あ、いたね。さあ、話しますか。ダンデリオンを救出する方法を考えた。それにはドゥドゥがいる。どんな方法？教えて。メンジに化けてもらい、ダンディリオンをオクセンフルトに移送するよう命じる。その途中で奪還するんだ。でも、ドゥドゥをどうやって見つけるつもり？彼は友人だろ。居場所に心当たりは。居場所より誰の姿かが重要ね。厄介ごとに巻き込まれた時はいつも別人に姿を変えるの。今回はどうかしら。姿をくらましたきりだけど。そうだね。結構変装はしてたからね。あ、ドゥドゥとの付き合いは長いのか？それが正直なところ私にもよくわからないのよ。姿を変えながらずっと私のそばにいたみたい。私の気を引こうとして。そうしたくなる気持ちはわかる。ありがとう。私が気づかなかったから彼は賭けに出たの。ダンディリオンの姿で現れたのよ。どうやってダンディリオンじゃないと見抜いたんだ？歌が下手だったのか？違うわ。自分のこと以外を話してたから。なるほどね。ドゥドゥに姿を現す。ダンディリオンは自分のことばっかり言うんだね。伝言を頼めそうな友人はいるか？ダンディリオンとイリナ・レナードの一座くらいね。夜明けから日暮れまで一座と一緒に舞台の上とか観客席に紛れてた。演劇を見るのが好きだったのか？そうよ。あの後彼が来なかったのが不思議だったわ。一座を頼ることができたはずなのに。役者たちの協力が得られそうだな。ドゥドゥの名前を出せば大丈夫よ。イリーナたちは彼には大きな借りがある。へえ、そうか。ドゥドゥと旅役者のつながりとは。ドゥドゥと役者たちはどうやって知り合った？私のおかげよ。公演の初日にマキシムが酔っ払って倒れたの。そこでドゥドゥのことを思い出して。ドープラーほどの役者はいないわ。それでドゥドゥが一座に現れたのか。みんなに話すのは良くないと思ったけど、イリーナには紹介したわ。初対面から意気投合してたわね。彼はすぐに舞台の素晴らしさに魅了されたわ。それから一緒に舞台に立つように。そうよ。今イリーナは罪悪感に苛まれてる。結果的に彼を危険にさらした自分が許せないみたい。まあまあ、何とも言えないところだよね。そのところはね。ドゥドゥに、まあ、演劇か。そして姿を現すよう仕向ける。悪くないけどセリフをちょっと変えるぐらいじゃ無理よ。それに最初から最後まで暗記しているような劇をこんな時に見ると思う？ではどうすればいい？全く新しい脚本を一から書くのよ。壮大でドゥドゥの興味を引くような演劇を作るの。そうなると何より大事なのは題名ね。街中で話題にならなきゃダメよ。今すぐ取り掛かりましょう。そうか。俺に脚本が書けると思うんだよ。脚本。いや、じゃあ脚本、まあ、とりあえず脚本中にかかろう。脚本を書き始めるとするか。筋書きのアイデアは？実は君に任せると。そうだね。大事なのはあなたが信頼できると伝えることよね。ダンデリオンを助けたいってことも。メッセージは明確に、でも自然でなくてはいけないわ。それには演劇らしい物語が必要ということ。ここまではいい？
全ては大体でいいかな。大体わかった。やりましょう。さて、うまく伝えられる表現を決めなくちゃね。興味を引くには現代的な話がいいわ。オフィスの傭兵隊長の話とか。ああそうだ、ロレンツォ・モーラよ。野望を秘めた悪党がいて、ある時ドップラーがそいつをコケにする。彼は身を隠すことになり、たった一人の友人であるウィッチャーが手を差し伞べて、彼の娘の、あ、いえ、ここは恋人ね、恋人の命を救うの。そうね、うん、これだわ。どう思う？どう思う？まあでもウィッチャーって分かりやすい方がいいよね、探してるって。じゃあいいアイデアにしておきましょう。本当？そうね、ロレンツォ・モーラね。やっぱりダメよ。ちょっと待って、エルレン・ウォルドのアーケオンの物語にしましょう。秘密の恋、婚約、呪い、冷酷な女王、真夜中の鐘だが、問題は正体を表すタイミングね。実は怪物で王女をさらおうとしてるの。彼の死を願う人々のためにウィッチャー登場。そして最高の結末を迎える。決まりね。何か言いたいことは？言いたいこと、権利があるのか。まあ権利なさそうね。まあいい題名をつけないと。いい題名が必要だな。言い方は悪いが、物語の内容より大事だ。いくつか考えてあるわ。あなたが選んで。今度は俺の意見を聞いてくれるのか？もちろん共同作業なんだから、私が責任者なだけよ。まあ決定権はないってことだね。ドップラーの救済と暴かれたすり替え事件、あるウィッチャーの勝利の2つね。どっちがいいと思う？ドップラー、ウィッチャーの、あー、ドップラーの救済にしようかな。救済にしよう。短くて分かりやすい方がいい。一つ問題がある。ドップラーが出てこない。王女と呪われたアーケオンだけだ。簡単よ。アーケオンの代わりにドップラーにすればいい。重要なのはメッセージよ。ウィッチャーが現れてドップラーを助ける。これでいい？うん。ではこれはコメディなんだな。コメディ。地区のセリフを考えてたけど、軽い話が好きならそうするわ。それだけ決めて、あとは私が書くから。コメディ、そうだね、コメディにしよう。コメディが無難だろう。いいわ、書き始めるわね。その間は隅に座って静かに本でも読んでて、もしくは黙って考えててね。いい？ああ、執筆の手助けは必要なさそうだな。ゲラルト、ウィッチャーと韻を踏む言葉といえば？えらいこっちゃ。もういい、静かにしてて。えらいこっちゃ。間違ってはねえけどな。いや、意外な回答返ってきたな。できたわ。もう少し時間があれば傑作になったんだけど。時間切れだ。おお、さすがや。上のメッセージを忍ばせることはできるか。メッセージ？どうにか入らないか。例えば夜明けにキングフィッシャーで待つとか。そんなの入れたら雰囲気が台無しよ。絶対にダメ。ドゥードゥに連絡するためだ。それが目的だろう。まあいい、この作戦うまくいきそうか。さあね、彼の傷跡で見分けられると思ったけど、それだけじゃ不安ね。後で考えましょう。まずはこの脚本をイリーナに見てもらわなきゃ。どこにいるか知ってる？広場の外れのブッチャーズヤードで一座と公演中よ。先に行く、後でな。さあ、台本を渡すということで、ドップラーの救済だね。やにも恐ろしい怪物を切る、それこそ我が使命。我が使命、その使命に従うだけ、報酬のためではなくと。明るく力強くと。恐れをなして招待客に隠れているのか。たとえ偽物でも真実な絵を育めるということか。さもしい心だ、この悪党の傷んだ心のように。姿が変われて怪物と呼ぶなかれ。嫌な予感がするな。わざわざウィッチャーだけ出してるっていうのがウィッチャーだけ出してるっていうのがなかなか何とも言えない感じがするな。さあ、あ、こっちからだと。だいぶお腹が減った。
さあ、そしたらイリーナに渡しに行きますか。イリーナがどこにいるかだよね。さて、悲鳴は聞こえるが、どこへ行く？ここは文化的な施設だぞ。なんて言った？マダム・イリーナの一座が公演するのはここか？うん。でもチケットがないと入れないぞ。それに今はリハーサル中で公演はやってない。まあ見てると面白いがね。それでチケットを買うのか？公演中じゃないんだろう。それでもチケットは買える。どうする？チケットがいるかい？チケット、いやー買ってまでって感じがするけど、いやいいかな。いらん。なら入れないな。窓越しに勝負をタダで見るようなもんだ。この場合は役者だけどな。そう、ここに入れる方法があるかどうかだね。なんか普通に渡してっていう感じもするけど、まあ多分買わないとダメな感じかな。そんな感じがするよね。ぐるって回っても、あ、やっぱ鍵かかってるもんね。裏から回ることもできないか。うん、な、買うしかないね。なんで他のみんなみたいに腰につけない？まあどっちかというと、あの魔術でどうにかできるかなと思ったんだけど、まあ払いますか。チケットがいるかい？おい、1枚もらおう。ああ、頼む。ほらよ。でも見つかるなよ。リハーサルは見られたくないもんだからな。んじゃ、入りましょう。いきなり銀融詩人か。なんというか。お前か。何がダメだったんだ。さて、イリーナはこっちか。情熱がないと。マダム・イリーナか、話がある。リビアのゲラルトじゃない。ダンディリオンがよく話してくれたわ。彼も一緒？いや、近いうちに連れてくるよ。今日はドゥドゥのことを聞きに来た。うん、そういうことなら劇場裏の私の部屋で。そこなら邪魔が入らないわ。何かしら。最近ダンディリオンもドゥドゥも見てなくて。そうか、まあ一つダンディリオンが危ないっていう。心配してた通りだわ。でも事態はどの程度に深刻なの？有力者の奥さんを誘惑したとか、それとも教団の司祭をバカにする二行連句でも書いちゃった？もっと、ずっと深刻だ。彼を助けたい。まずはドゥドゥが必要だ。彼も行方がわからないのよ。彼をおびき出す策があるが、あなたの協力が必要だ。力を貸してくれ。もちろんよ。でも一体何ができるかしら。そうだね、演劇を上演したい。観客を引きつけられるものがいい。なるほど。ドゥドゥの興味も引きつけて彼をここに来させる気ね。新しい劇を作るの？脚本は誰が？プリシラだ。実はもう書き上がってる。ウィッチャーがドップラーを死の運命から救うストーリーだ。へえ、面白そうね。読んでみたいわ。でもまずは宣伝と、それから警備のことを考えないとね。客席係が必要だわ。あなたに任せてもいいかしら。おお、マジで？あ、客席係を。舞台のセンターの情報を広めるためにできることは。そうね、町中の人に知らせたいからパフィンズに頼んできて。パフィンズとは？大道芸人よ。
宣伝を任せれば、鳩場の空にくっついてる会にまで広まるわ。彼らはどこに？例えがすげえな。ある長屋に住んでたはず。でも今もいるかわからない。最近見かけないの。もう全身太一で大道芸をやるのはやめてしまったのかしら。彼らを探して力を貸してくれるか聞いてみよう。さあなぜ客席係を？ドップラーが出てくる劇は物議を醸しそうだが、係を置こうとか。頻繁に劇場に足を運んでないとわからないでしょうね。ここの観客は扱いが難しいの。腐ったリンゴやトマト、卵を投げつけられるのか。斧や肉切り包丁、レンガの方が多いわね。やべえな。なるほどな。心当たりは。鳩場に行ってみたらどう？小銭と引き換えでも仕事をする男が見つかるはずよ。なるほどね。じゃああと感謝する。客席係を見つけてまた戻ってこよう。じゃあまたね。さあそしたら腕っぷしを探すという感じか。結構なんかいいのがありそうだ。パン。魚。怪物図鑑だね。グリフィンか。おお、結構なんやかんや手に入るね。へえ、衣装もか。まあ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 、まず探しに行く前にね、アイテムを見させてもらって、報酬やね、前払いさせてもらおう。さあ、あとは。さて、こんなもんかな。よし、じゃあ次行こう。鳩場と、あとは。大道芸人を探す。まあ客席係から先につけようかな。さあこっち行って、さらに曲がって、ぐるーっと回って、また降ってるのか。なんだ。でも嵐あるんだね。まだ何回かやってるけど嵐には遭遇したことなかったんだよね。さあ鳩場まであとどれくらいいっかな。おう、服部。結構伸びぐらの鳩場まで来たね。さあさらに走って、まだ奥か。お、やってるね。さあめちゃくちゃすごい入り方したけど。足さばきがいい。俺に挑戦したいか、それともハルか。さあお立ち会い、ウィッチャーとメティナの猛獣の対決だ。死神と野獣がぶつかり合うぞ。ほう、ニルフガードから来たのか。本当にニルフガードから来たのか。メティナの農村キャラだよ。ニルフガードじゃない。荒れ果てたマグテイラの平原で野犬に育てられたのさ。兄弟で血の海の中を鍛えられ、メティナの闘技場で壁戦を生き抜いてきた。南方の野人に挑戦したい奴はいないのか。野獣と睨み合う度胸の持ち主は。おお、まあそれなりに気だれな感じはするね。仕事を頼みたい。客席係だ。演劇の公演があるんだ。舞台で暴れればいいのか。いや、客席係だ。劇場を守ってくれ。舞台でも観客席でも誰も怪我をしないように。守る？怪我をさせるのが仕事でな。そうか、
じゃあたお金払うぐらいで戦った方がね。賭けをしないか。俺が春に勝ったらただで仕事を受けてくれ。なあ、春は演劇が好きじゃないんだ。悲しい恋を経験してるのさ。あいつの説得にはよっぽどの理由がいる。こうしよう。俺たち両方と同時に勝負だ。結局二人。ウィッチャーとメティナの総統流の決戦だ。俺は負けた、ね、もちろん負けるだろうな。まあ仕事は引き受けてやるよ。報酬は倍でな。なるほどね。いいだろう、両方と勝負だ。同時に相手してやる。先に金を出しな。負けたら金は置いてけよ。ああ、今の稼ぎの倍払う。今の稼ぎの倍だ。約束通りな。俺が勝ったら返してもらうぞ。どうなかな。次はウィッチャーが相手だ。俺は太った野郎の勝ちにかける。さあやるか。ねえ、どっちからかな。さあ問題は囲まれないようになんだよね。痛いね、カウンター入ったか。ほい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 。痛い痛い痛い。いや、割り込んでくるのきついね。危ない。避けて、ウィーウィーとウィーウィーウィー、避けて、でカウンターが入る。痛いね。いいパンチしてんじゃない。いけ。まったく。よっしゃ、決まった。これはこれ。いやなかなか。そういうやつはめったにいないぞな、ハル。こいつは喋れないが、顔を見りゃわかる。お前を気に入ったようだ。まだ時間はある。望むものを護衛してやろう。金はいらないな、ハル。ほら、金を返そう。心配するな。その踊りが始まるまでには行くさ。まあだいぶボコボコにね。さあ次、次か。どっちかな。さてさて、遠いね。じゃあちょっとファストトラベルしていきますか。いやー、避け方したいって感じだったね。カウンター狙わないとダメじゃ稼げないからね。さて、ここから大司祭広場へ行きましょう。あ、過ぎてない。この辺りか。あれでも普通にいい曲だな。でもひどく悲しげだ、ね。じゃあ私の気持ちが伝わってるわね。ここに何の用？パフィンズを探してる。ここがそうか。パフィンズを探してるんだが、お前たちか。お金なんかないわ。ほっといてよ。何か誤解してるようだ。ごめんなさい。地主がゴロツキを雇って取り立ててると聞いたから。ほう、ゴロツキ。光栄だな。ゴロツキ、お褒めに預かり光栄だ。だいぶ闇たしな。あなたは見た目が怖いし、最近は嫌なことばかりなんだもの。兄さん甘いってるな。みんなそうさ。ジャグリングやめたらいいのに。マダムイリーナの新しい芝居を宣伝してくれたら報酬を出す。悪いが無理だ。セイヘメルファルト、天に背く信仰に飲み込まれ、老いた諸夫とふざけ合う。この歌を発表して以来、ファッツォの手下から嫌がらせを受けてるんだ。
ファッツの手下？教会に雇われた連中だよ。今じゃ町中に溢れてる。あいつら、じゃあそいつらしばけばいいのか。ナイフで耳の先を切り落とすぞって。演奏しようとしても邪魔されるの。観客を追い払われて、楽器も壊されて、最近では待ち伏せまで。みんな我慢の限界で、どうしていいかわからない。奴らに危害加えられたのか。加えられたのか。いや、まだ誰も。でも時間の問題だろうな。ニッサは放火を計画してるのを聞いたそうよ。放火か。ファッツをなんとか射宣伝してくれるか。なるほど。ファッツと手下たちをなんとかしてやろう。そうすれば芝居を宣伝してくれるか。もちろんよ。でも簡単じゃないわ。あいつらに話は通じない。話はね、ちょうどいい。話すのはね、ちょっとね。じゃあ先に前チームもらっときますか。あれ、君いた？ちょっと水でも飲んで。さあさあ、マエチン、マエチン。これぐらいか。しゃあねえな。じゃあちょっと芝居行ってきますか。大きいくしゃみで。真っ暗だ。暗闇しか見えない。さあ、盗賊。お前たちだな。おい、ファッツォ、見ろよ、あいつの目。まるで猫だぞ。マジだ。きっとあいつの母ちゃんが野良猫とやったんだぜ。教団が支配するこの町で変な真似するなよ、猫め野郎。パフィンズに手を出すな。パフィンズに手を出すな。大祭司ヘメルカルトを侮辱した奴らのことか。女を飼ってると抜かしたんだぞ。絶対許さない。あのクソったらどもを連れてこい。神を冒涜した罪でケツに笛を突っ込んでやる。新しい音楽ができるぞ。火をこくたびに音が鳴ってな。さあ、どうしよっかな。彼らに手を出すな。こっから消えろ。パフィンズに手を出すな。わかった。奴らに手を出さない。どうなってやがる。黒魔術だ、このクソ野郎が。捕まる。結局そうなるのね。そっか。全員でかかれ、お前ら。俺たちだけじゃ殺せない。おい、くそ、やめろ。お前ら、そう。ボスだけ綺麗に勝ってしまったね。サクッ。ああ、素晴らしい。奴らを懲らしめてくれた。一人二人と背中越しにドカン、縄天に一撃。これからはフードで姿を隠さずに堂々と外に出られるのね。ありがとう、本当に。いや、大したことでは。すごいことよ。約束はちゃんと覚えてる。声が枯れるまでユリーナの新しいお芝居を褒めて回るわ。いくら払えばいい。そんなのいらない。恩人に力を貸さない理由がないわ。この町の半分の人間を劇場に行かせてみせる。少し準備を済ませたら町に出るわ。それじゃあまた。そうか。まさかね、リーダーがね、あんなバッサリバッサリ生きるとはね。あら、落ちてない。んじゃ、レナードと話を進めますか。あれ、部下か。いやー、あっという間やったな。まあ、炎とかもなんだけど、ヒルマスルってかね、一撃がでかくなるとああいうこともあるんでね。まあ、ただあそこまで弱いとは。まあまあまあ、武器振り回せるだけって感じか。おぉ。すごいね。うん、じゃあ、お、春立ち向いたね、目の前にね。裏に回って。錬金術。さあ、これも取って、こっちも取る。我々はすでに黒の軍団に依存している経済。ラ
さあこんなもんかな。いや、なんか見えたね。いや、いいね、いいアイテムがたくさんあるね。まあ問題はその劇だよね。さあ揃ったぞ。ああ来たのね。客席係を雇えたぞ。素晴らしい。問題は一つ解決ね。さあ脚本について話したい。脚本について話がしたい。悪くないわね。というよりすごくいい。ドゥドゥのためなら本気を出さなくてもいいと思ってたけど、これならすごく面白いものができそうよ。召使いとウィッチャーと女王の配役は私の中でもう決まってるわ。でも王女と王子の配役は悩みどころよね。そうか、じゃあこれそうだね、儲かるの。こういう興行は稼げるのか。日によって違うわね。いい時は広場が満員になるほどの観客が来るし、ダメな時は小銭が数枚あればまして。まあ、やっぱ人が来てってところだよね、そういうのはね。もちろん報酬はちゃんと払うわ。もうここの一員だもの。そうか、感謝する。ありがたい。じゃあ、ウィッチャー役は誰がやる？アマチュアだし、一緒に仕事をするのは初めてだけど、彼ならうまく演じてくれると思うわ。新人の役者が？彼ね。もうとぼけないでよ、あなたのことよ。ですよね。そうだね、いいアイデアだ。いいだろう。観客を沸かせるのは無理でも、ドゥドゥに俺の姿を見せるのが重要だ。でもちゃんと努力はしてもらうわよ。最低限セリフは覚えてね。やれるだけのことはしよう。やっぱり。さあ王女役。さて王女のことだが、出番は少ないが重要な役だ。誰が演じるのがいい。プリシラしかいないわね。若くて綺麗だし、まあ私の方が舞台での経験はあるけど。そうだね、プリシラが好きだったもんね。プリシラにやらせよ。プリシラにやらせよ。その観客が重視するのは役者の見た目よね、演技よりも。分かってる。彼女に伝えておくわ。きっと立派に演じてくれるはずよ。いや、十分この人も綺麗なんだけどね。じゃあ王子役。王子役は決まってるのか。候補が二人いて決めかねてるのよね。無難に選ぶならアベラードリザよ。この一座で長年演じてるし、演技にもそつがないわ。ただ観客を魅了するような花は持ってないの。花、花がないか。マキシム・ボリエル、卓越した演技の才能で観客を熱狂させるわ。ただ悲しいかな、シラフで来る保証がないの。来るかどうかも怪しいわ。そうか、でも王子か。アベラードにしよう。アベラードにしよう。気まぐれな芸術家より信頼できる職人の方がいい。その通りね。今回の計画ではマキシムは危険が大きすぎるわ。んじゃ配役はこれで大丈夫でしょう。配役はもう大丈夫だな。そのようね。あなたも舞台に上がる準備はよくって。さあ覚えてるかどうかめっちゃ不安だな。とりあえず脚本には目を通しておいた。今すぐにでも大丈夫だ。そう、時間がないわ。舞台に上がって。ゾルトン。おう、何をしてる。ゾルトンの芝居をやるってプリシラに聞いたぞ。しかも主役だ。主役なんだ。見逃したらヒゲを剃り落とすより後悔しまうなあ。ウィッチャー、股間が盛り上がったピッチピチのタイツを履くのか。来てゲラルト、舞台に上がる前は精神を集中するのよ。頑張れよ。頑張れよって、いやー、このままの格好で出るんだろうね。あ、さっき取っておいた黒い服だろうな。ご来場の皆様、神聖都市ノビグラドの誇り高き市民の皆様、本日はようこそいらっしゃいました。本日お目にかけるのは傑作コメディ、題名をドップラーの救済と申します。出演は本人役でウィッチャーのゲラルト。あ、先に言うんだ。女王役のカタリーナ、
従順な召使いを演じるはレオ・ライブ。そして王子はノビグラド演劇界の重鎮アベラード・リザー。そして王女を演じますは、歌う声はまるでナイチンゲール、愛らしい吟遊詩人プリシラー。もうスタンディングオベーションあってことはこれ配当で立つ人も変わるのか。はあ、お猫、猫が気になる。陛下、モンスタースレイヤーです。召喚に応じ城門の前に現れました。招き入れなさい、彼と話したいわ。でもまずはワインを震えを止めるためにウィッチャーよ、何より難しい試練を授けましょう。今夜人々の喜びの最中、怪物が現れる。見張りに立ち、現れた獣の息の根を止めるのです。褒美は柔らかな枕の上でたっぷりと与えられるでしょう。さあ喜んで怪物を倒しましょう。喜んで怪物を倒しましょう。そして、ああ並ぶ者なき強さの証を。餌に食いついたぞ、バカのウィッチャーめ。あのおぞましい婚約者の真実の姿を見せてやろう。怪物の姿が現れ、ウィッチャーが仕留める。剣で切り倒し、首を切り、杭に刺して晒すのだ。恋人が怪物と知れば、娘は悲しむでしょう。殺される前に、せいぜい最後の晩餐を楽しむといいわ。いや、普通に劇やね。それはそれで、それはそれで、しかも、ここに勢ぞろいした時間か。貴族の皆様、この良き日に、王女様のご婚約をお祝いされる。怪物よ、今日だけは現れてくれるな。恐れなし招待客、どこかに隠れているのか。どこかに隠れているのか、地下室か、ビール樽の中か。愛しの姫よ、どれほどの間恋の炎を胸に秘めて過ごしたか。我々は熱い欲望を抑え続けてきた。だがそれも今宵限り、どうか我が妻となってくれ。確かこの後でひざまずくのだったな。ああ愛する人よ、喜んで。待て、この喜ばしい瞬間にはワインで乾杯をせねば。さもなければ恐ろしい呪いに苛まれよう。ラックス、これはワインではないか。銀の混ぜられた蒸留酒だ。腹が痛い、おぞましい怪物を生んでしまいそうだ。見ろ、王子ではない、ドップラーの化けた偽物だ。たとえ偽物でも真実の愛を育めるということか。ミア・ウィッチャー、あれこそが九段の野獣。その剣を解き放て、一撃で冥府に送れ。待って、やめて。野獣でも人間でも私の愛する婚約者なの。剣を収めろ。ドップラーを恐れるのか。愚かなことだ。姿を変えることが邪悪を表すはずもない。怪物を怪物たらしめるものは肉体ではない。寂しい心だ。この悪党の傷んだ心のように。その通りです。この卑劣な男の疑り深い心が私の心を曲げ、私をそそのかしたのです。ドップラーを殺すでない、娘と結ばれるがゆえに。人間でなくとも娘が心から愛しているのです。物語は結末を迎えた。皆様への教訓は。
姿が変わるだけで、姿が変わるだけで怪物と呼ぶ中で、ドップラーの真の友人であるウィッチャーは正義を示した。だが邪悪な召使い、お前は牢屋行きだ。衛兵、衛兵を呼んで、裏切り者を連れて行って。王女の命令が聞こえなかったか。上がってこい。おい、あんた、ほら、ステージに上がれよ。反逆者は地下牢に投げ込んじまえ。まあ確かにでも衛兵だもんな。怖がるな。話の最後にはハッピーエンドが待ってる。ドップラーと王女はその日の夜に結婚し、それを目にした召使いも涙しましたとさ。いやー、火に投げ込め。やめとけよ、受け狙いだってわかるだろ。こいつはコメディなんだから、そうマジにならずに笑っとけって。確かにね。これがドラマだとまた見解が変わるのかな。多分ね、あの最初の2つはね、しどろもどろしてたからセルフ間違えてるね。いやー、あんなの見れるのも貴重やな。さあ、レベルアップと。まさか激をしたことによって経験値がもらえるとは。フォアソンが君の顔に残した土産のことを聞いていたからな。つまり何でも知ってるんだね。シリには会えた？いや、今も探してる。ゲラルト、才能あるぞ。いい演技だった。こんなに笑ったのは何年ぶりだろう。こんなの誰も信じないだろうな。教えてくれ。ダンデリオンと二人でルーベンにフォアソン、聖堂衛兵団を同時に怒らせたようだが、一体何をやった？確かにそうだよね。さあ、フォアソンと一件だとどうやって逃げたんだ？シリがお前のためにフォアソンの家に戻ったのは分かってる。どうやって逃げた？彼女の後ろを追いかけたんだけど、足手まといになってたんだ。彼女が大声で姿を変えて隠れるように言った。僕もシリとダンデリオを探そうとしたんだよ。でも見つからなかった。命が危ないと思って毎日姿を変えた。追っ手を騙すためにシリになろうとも思った。なるほど、待てよ。ゲラルト、最後にシリらに会ったのはいつだ？ずいぶん前だろう。ああ、かなり前だ。俺も似たようなもんだ。立派な大人の女性になったんだろうな。ドゥドゥ、少しだけでいい、シリの姿を見せてくれないか。ああ、そうだね。いい、唯一ちゃんと見てるやつだから。そうだね、見せてくれ。見せてくれ、彼女の姿を。ちゃんと一応見たことはあるけど、どうなるかはね。変な感じだな。二人にまじまじと見られると。もういいだろう。ああ、もういい。十分だ。ゲラルト、怒ってないよな。ああ。安心した。ダンデリオンは？彼には会えた？やつはウィッチハンターに捕らえられたが、いい知らせもある。メンジが死んだ。ダンディオン探す。ああ、メンジが死んだ。メンジが死んだ。ああ、あの悪魔か。誰かがとうとう殺したんだね。その本人が前にいるけどね。もっとひどいのが後釜なんだろう。そう決めつけるのは早いぞ。どうもまっとうなやつになりそうだ。どういうこと？ダンディリオンを助け出すために君の力が必要だ。
何をしてほしいの？メンジの姿でダンデリオンをオクセンフルトに移送する命令をしてほしい。俺たちは途中の谷で待ち伏せをする。うまくいけばダンデリオンを解放できる。待って、先走りすぎだよ。どうやってメンジの姿に、それにダンデリオンの居場所も。さあ、そうだね、ここの後はあれか。ダンデリオンは聖堂島に。聖堂島の牢獄にいる。島のどこなのかは自分で探してくれ。でも周りの奴らに怪しまれたら、いろいろ聞かれたら。俺の斧をかけてもいい。衛兵団の団長を試す奴はいない。それにお前はドップラーで俳優で、しかもドップラーで俳優で、どんな状況でも切り抜けられるアドリブを持ってるだろう。危なくなったら曲がり角を曲がって、陽気な女にでも黒丸ガラスにでも思いついたものに変身すればいい。そうだね、簡単なことだよね。ありがとう。そんな怒らなくてもね。メンジが死んだことは誰も知らない。メンジが死んだことは誰も知らない。バレる心配はしなくていい。誰も知らない。君たち以外は、ウィッチハンターの弊社での火事と何か関係が？俺たちもあそこにいた。俺も見たかったよ。さあ、君ならやれる。よく聞け、君ならやれる。メンジは行方不明だと思われてる。好きに話を作ればいい。俺たちは谷で待ち伏せする。ゲラルトも合流するから、そこでお前からの連絡を待つ。でも、どうやってメンジとして君に接触すればいいんだ？それは自分で考えてくれ。ワルジエはお前のミドルネームだろ。さあ、もういいだろ、ドゥドゥ。お前は聖堂島に行け。こっちは人を集めに行く。あとはお前の合流待ちだ、ゲラルト。ああ、谷で会おう。ちょっと待って待って、その後はどうするの？まさかずっとメンジとして生きて、バレないようにシャペルみたいに異教徒を火炙りにしろってこと？まさか。終わったらローズマリー&タイムに来てくれ。そこで落ち合って。アナグマみたいに酒盛りだ。それで、わかったか。仕事にかかろう。悪くはなかったわ。初めてにしてはね。そうだね、ちょっとミスあったよね。公演について感想はあるか？観客が全て理解したとは思えないけど、まあ仕方ないわね。パフィンズが噂を広めてくれたおかげで大盛況だったわね。アベラードを王子役にしたのは正解ね。マキシムならベロベロによって現れるか、公演のことを忘れてしまってたでしょ。選択は間違ってない。これはお礼よ。あなたの演技はなんていうか保守的ね。どこかで学んだの？ケイア・モルヘンで。最小限の表現が最大の効果を生むとな。ありがたく受け取るよ。さあ、これでドゥドゥがね、見つかったわけですが、クエスト見て追い詰められた詩人か。多分次回これして、ノビグラド編が終わるかな。で次スケリッチに行ってっていう感じか。スケリッチに行けるまで行けたら一番ペース的にはいいけどね。まあまあまあ、とりあえず。ベレンから逃げてきた。誰を探してるか知らんが、ここにはいないぞ。はいはい。とりあえず出よっかね。経験値も結構ちょこちょこもらえるんだね。お、さらに経験値が入る。選択次第で報酬と経験値の数が変わるって感じか。さあ、芝居のしどころクリアかな。さあ、追い詰められた詩人が出てきたと。次のところが、場所的にはあ、めっちゃ離れてるね。ほんと飛んでいってって感じか。じゃあ次回小麦畑のところから再開という感じでいきましょうかね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。まあ、なかなかね、一つ一つ長いんでね、ちょっと楽しみではあるんですけど、また次回、そうですね、ウィッチャーの旅楽しみにしていただければと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。ほんじゃ、またな。